俺が操縦する。この辺りに何か情報がありそうだな。武器ケースがあるぞ。いいな、こいつは使えそうだ。死の道を通る輸送車のルートだ。護衛チームが同行してるらしい。名前もある。サラザール。ボーマン、サラザールというカルテルの副官の名前が挙がった。何か情報はないか。ああ、知ってるわ。ホルヘ・サラザール。マドレコカの息子みたいなやつ。どういうことだ。サラザールが17歳で畑仕事をしていた頃、マドレコカがタバカルの実権を握ったそうよ。一目見て彼を気に入ったんだって。同じくらいの年で死んだ息子に瓜二つだったから。マドレコカがホルヘを雇おうとしたら彼の父親が反対。それでその父親をタイヤに詰めて燃やした。
以来ホルヘは彼女の養子となり右腕として働いてる。相当歪んだ奴らだな。サラザールはおそらくマドレコカが唯一信頼している人間よ。奴を捕らえれば彼女の立場をひっくり返せる。分かった、やってみよう。物資のリストだ。カルテルが離れた拠点に大規模輸送を計画してる。輸送機はいつでも飛ばせる状態だ。反乱軍が必要としてるはずだ。奪ってやろう。マドレコカの部下が毎晩地元の農家で収穫されたコカの葉を回収しに来る。その連中に奇襲を仕掛けて、もうこれまで通りにはいかないってことを思い知らせてやって。準備はいいか？撃て。分かった。コカ農家がカルテルに大量のコカを出荷しようとしているようだ。この辺のサンタブランカを片付けるいい機会だ。行くぞ。攻撃を開始するぞ。民間人を引いたぞ。マドレコカの右腕はサラザールという地元住民よ。彼女は全てにおいて彼に頼っている。彼を人質にしたらどんな反応するかしら。
カルテルがここの連中からコカを受け取ることはもうないだろう。脱出して様子を見よう。サラザールを確認、マークした。生け捕りにするぜ。ただじゃおかねえぞ。どこに連れてく気だ。マドレコカに見つからない場所だ。マドレコカに見つけられない場所なんてボリビアにはない。お前のためにそこまですると思うか。利用されてるってのにバカなやつだ。利用だと？俺を畑から引き抜いて右腕にしてくれた恩人だ。俺が17歳の時だ。タバカルのみんなから尊敬され恐れられ王様のように扱われるようになった。それは大したもんだ。今頃お前の代わりを探してるだろうけどな。何にも分かってないな、アメリカ人。お前らは地獄行きだ。ただじゃおかねえぞ。いいか、俺を誰だと思ってる。マドレコカの息子だろ。父離れできてないんだよ。なんだと。黙れマザコン。一緒に来い。人に会ってもらう。いや、マザコンを引き出せるよう導いてください。人生を諦めてはならない。高みを目指すのです。サンタフェルテの効果もアーメン。もうすぐ合流地点に到着する。よし、ここだ。何だって指示するつもりさ。でもな、ただ何も話さねえぞ、クソったれ。何聞かれてもだ。サラザール、勘違いしてるようね。喋らなくていいの。あなたがいなければ仕切る人がいないんだから。姿を現したマドレコカを捕らえればいい。つまり信頼されてんのは俺だけってことか。バカな女だ。農家とつながってる部下なんて腐るほどいる。なかなか興味深い情報だ。なんだ、協力してくれるのか。待てよ、今のは。もう遅い。これがマドレコカにバレたらひどい目に遭うでしょうね。名前を言うんだな。そうすれば秘密にしておいてやる。
それとも。分かった。話すよ。